はい、どうもこんにちは、ジンポンチャンネルです。今日は3手詰めの問題を4題出題しようと思います。1問制限時間30秒を設けておきます。30秒後回答し始めますので、よろしくお願いいたします。それでは30秒経ちましたので回答を始めていきます。まず3、4、歩を打ちます。同桂の一手になります。そういたしましたら4、2、銀で詰みとなります。ならずですね。どうでしたでしょうか。次の問題に行きたいと思います。次の問題も3手詰めで簡単な問題となっております。制限時間30秒ですので、よろしくお願いします。はい、それでは30秒経ちましたので回答に移りたいと思います。まず初手が4二金ですね。そういたしますと2一玉の一手になります。持ち駒の金が増えましたので2二金打って詰みとなります。まで3手詰めです。どうでしたでしょうか。次の問題に行きたいと思います。第3問ですね。準備はよろしいでしょうか。こちらの問題になりますね。こちらも3手。それでは回答に移りたいと思います。初手が44飛車ですね。36飛車の方は詰まないんですね。こちら35玉と逃げます。そして36金で詰みでした。以上3手詰めですね。ちなみに失敗例なんですけど、36金から打てるんじゃないかと思った方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、こちら3、4に引いてくればこのように3、3飛車が詰むんですけど、3、6金と打った時には、失敗例なんですけど、5、4玉と逃げられてしまって、王様が捕まらなくなってしまいます。これは失敗ですね。なのでお気をつけください。正解は4、4飛車からの詰めが、続いて第4問になります。こちらも3手詰めです。制限時間30秒といたします。逃げ方がですね、王様が何通りかあるので、すべてのパターンで詰むように考えてみてください。それではどうぞ。それでは30秒経ちましたので第4問の回答に移りたいと思います。初手が2五銀上がるですね。こちらの銀が動くのがポイントでした。これに対して玉の逃げ方が何通りかあるんですけど、仮に1五に逃げた場合は1四金から詰みとなります。また2五銀に対して1三玉と逃げるパターンもあります。これに関しては2三金から詰みとなります。2五銀に、一番有力なんですけど3五玉と歩を取って上がる手があります。これに対してもやはり4五金から捕まえることができます。以上3手詰めとなります。